レイク・クラーク国立公園の位置レイク・クラーク国立公園は、1980年、アラスカ国家利益土地保護法に基づいて設立された、アラスカ州南西部にある米国の国立公園である。公園には、ブリストル湾のベニザケ漁業にとって、重要な多くの川と湖がある。公園では、バラエティに富んだレクリエーションが都市を通じて楽しめる。公園の面積は、 16308トルである。クラークここの公園はアラスカのエッセンスと呼ばれてきた。というのはアンカレッジの南西のアラスカ半島の比較的小さい地域に集中しており、他のアラスカ州の公園を合わせても見出せない様々な見どころがあるからである。すなわち、三つの山脈、二つの活火山、東はタウリンのある海岸線、西は ツンドラのある高原青緑色の湖である。公園に続く道路はなく小型飛行機、フロート付き水上飛行機で行くのが最も良い方法である。この公園は国立公園制度の中で最も訪問者が少ない公園の一つで平均すると年間訪問者数は5000人未満である。ありがとうございます。